はい、こんにちは、こんばんは。レプトロチャンネルです。今回はですね、サビトマトガエルをお迎えして、1ヶ月経ちました。それでですね、床材の水苔をきれいにしたついでに体重を測ってみようと思っています。あんまりですね、1ヶ月間やってみたところ、水苔はあんまりお気に召してないような感じはするんですけれども、また今後ですね、様子を見ながらソイルとか検討したいと思います。そしてですね、これ安物の水苔なので、結構ですね、枝とかが入っているので結構めんどくさいですね。はい、それでは体重測ってみましょう。はい、おいで。ほい。この子はですね、八重山ヒメアマガエルと違ってとてもおとなしいですね。はい、降りてくれ。なぜ降りない。人肌が好きなんでしょうか。降りてくれ。そう。はい、38.2g ですね。お迎えした時は 37.3 だったので、ほとんど変わってないですね。まあ餌も3日か4日に1回ぐらいしかあげてないのであれなんですけど、もうこれで大人サイズなんですかね。結構ね、やっぱりおそらくオスだというふうに聞いてたので、泣いてる時がありますね。それでは今からですね、コオロギをあげてみたいと思います。すごい速さで食べるので見逃さないように。はい、じゃあですね、ダスティングしたコオロギ、ヨーロッパイエコオロギですね。お、投入します。はい、入りました。映るかな。うん、食べた。お、食べた。もうすでに2匹いかれました。なかなか撮影しにくい。はい、残り3匹いるのかな。あ、3匹、2匹はいますね。狙ってます。お、来た。お、食べた。お、食べた。すごい速さですね。普段ほとんど動かないのに、この俊敏な動き。あれ、もう5匹食べちゃったみたいですね。いない。
はいはい、あー、いた。まだ最後の一匹がこの端っこにいましたね。さあ、最後の一匹。お、反応した。お、お、お、と2回目で食べれましたね。ちょっと水苔がついてる。はいはいはい、見事に食べてくれました。ただこの水苔は結構誤飲してるのを見かけるので、まあおそらくそんなに問題はないと思うんですけれども、ちょっとうんちが出にくいのかなっていう印象もあります。ではサビトマとガエルちゃんでした。はい、今回の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。よければいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。